日本でも高い人気を誇っている k p o p ガールズグループ TWICE のメンバーナヨンに対する悪質なコメントが最近韓国のインターネット上に氾濫している。写真日本で大成功を収めた k p o p の二重方式は米国でも受けるのかナヨンはリードボーカルとリードダンスを担当するほど優れた実力を持ち誠実で明るい性格でグループ内でもずば抜けた存在感を誇っているが 最近、彼女の母親の金銭スキャンダルが報道され、大炎上しているのだ。所属事務所のジプエンターテインメントは、騒動の沈下のため、根拠のない誹謗中傷や名誉毀損には法的対応を取ると強力な警告に出た。韓国メディアによると、ナヨンの母親の元恋人は昨年1月、ナヨンとナヨンの母親は相手取って6億ウォン台の対応金訴訟を起こしたが、 最近開かれた一心で敗訴したという。この男性は2004年から2016年までの12年間、計6億ウォンを超える現金とクレジットカードをナヨンの母親に生活費などの名目で提供した。男性はナヨンの母親の頼みで生活費など必要な資金を貸した。とし、ナヨンが歌手としてデビューすることになればお金を返すと約束されたが、ナヨン側が約束を破った、と主張した。 だが、裁判所は、原告とナヨンの母親が当時恋人関係にあったことを考慮すれば、これを対予金と断定することはできない、金銭取引の回数、期間、金額、行きさつなどに照らしてみたとき、原告側とナヨン側がこれを返還するという意思の合致があったとは醜い、と判断し、原告敗訴を決めた。男性はこの判決に控訴しないまま、事件は法律的には終結したという。 ところが、この法廷判決がメディアを通じて報じられたことで、ナヨンと母親を相手にした訴訟事件が大衆に初めて知られるようになり、ネット上で大炎上したのだ。ナヨンの母親が男性を利用するだけ利用しておいて、娘が成功するとポイ捨てしてしまった、という意見があれば、関係がこじれると、その間の生活費を返せという男性の方がひどい、という意見もあり、双方が対立している。 ナヨンについても、母親が受け取ったお金なのでナヨンとは関係ない、という意見と、ナヨンもそのお金で生活したのだから同義的に連帯責任がある、という意見が対立する中で、様々な希望が飛び交っている。